日野内恵美です。どうもよろしくお願いします。どうみんなもう盛り上がってる、ノリは最高、じゃあうちの番でその最高潮使い切ってくれる、OK、じゃあ最初にこの今年きっとクラブチューンで一番盛り上がったんじゃねえかっていうこの曲カバーするからみんな聞いてね、 OK、We found love。Feeling
Thank you. ひのち？ひのちって言った？はーい。今ね、お水飲んでたからね、テンポが遅れちゃった。改めまして、ひのちえみでございます。みんな、こんばんび。いやいや、マジで大丈夫。ずっとさっきから気になったら、このチャックがよく開くから、もう前回だったらどうしようっていうことを考えながら必死で歌ってました。すいません、よくイメージと違って、ちょっとがっくりです。がっくりですとははっきりは言わへんけど、あ、こういう方だったんですね。なんかもっと女の子っぽくて、なんかお上品な風かと思いましたとか言って、あ、男っぽくて下品っていう意味やなって思いながら、あ、すいません、みたいな。のが多いんですけども、私大阪出身です。しかも豊中がそう実家なんですよ。池田です。ご近所ですね。池田インターよく使わせていただいてますなんか今日も実家からリハとか実家の車でここまで来たりとかして、普段あんまり仕事以外で大阪に頻繁に帰ってくることがないから、今月はでも2回ほど、もうすでに大阪に帰ってきていて、結構長く堪能したところ、大阪ええー、なぁと。いや、本籍大阪にあるくせに、もう19歳からその歌の仕事をするために東京に行っちゃってて、もう10年間ずっと東京にもう住んじゃってるから、こうあんまり大阪で例えばクラブ行ったことあるぜとか、なんか南行ってどこどこのおしゃれなカフェ知ってるぜとか全然わからなくて、逆にアウェイじゃないけど、なんていうかホームだけど新鮮みたいな感じで、ちょっとさっきスタッフの方にも言ってたんですよ、住みたいなこの辺みたいなそうなんです。まあそんなホームタウン大阪で、まあ何が言いたいかというと、次の曲にね、まあ、ちょっとつながるところがあるんですけど、なんか何だろう、小学生の時に思ってた二十歳ってめっちゃ大人じゃないですか。でも二十歳になったら二十歳になったで、えっこんなもんやったんみたいに感じるし、で二十歳が描いてる25歳26、7歳とか例えば30とかって、あ、でもそこまでいったらやっぱり大人やろなとか大人に見えたりする。でも私実際ついこの間30歳になったんだけど、何も変わらなくて、なんかやっぱり生きてく上でね、なんだろうな、生きる対応力だったりとかそういうものは身についてはいくけど、基本ちっちゃい時だったりとかからこう思ってるような、そういう根本にある純粋な気持ち、まっすぐな自分のまっさらな気持ちっていうのは変わらないなっていうので、できっと私は成長していくごとにいつもこういう思いで、日々を過ごすんじゃないかなと思って書いた曲です。そういうことなんで、そういう感じをみんなも共感してもらいながら聴けて、聴いてくれたら嬉しいです。 Growing Up。
ありがとうございます。そして唐突ですが、今皆さん恋をしてますか？している人は小さく手を挙げてください。 1,2,3,4,5 大きく手を挙げたってことは3人ぐらいに恋しているのかな。お、意外に少ないですね。恋をしてないんですか皆様？ほんまに？それは照れじゃなくてガチで。私してますよ。逆にせえへんのみんなっていうぐらいなんだけど、どうして？逆に恋をしてない時の自分は本当にもうなんか、なんて言うんですかね、おっさん化しちゃうから。だから恋をしてないと女として終わってしまうんですよ、本当に。だから自分のために恋をしようっていう感じではあるんだけど、マジで恋してないですか女の子？はい、あ、叩かれてる。お前手あげろよみたいな。違う。男の人恋してる人、おい、ファーク。メンズ、メンズ、そうか、だからか。だから最近あんまりこんな友達だったりとかでもいい話聞かへんねや、男に対してとか恋愛とか。もうほんま男とかもうコリコリみたいなセリフばっかりしか聞いてないんだけど、だからか。だからです。だからあかん、男のあんたがそんなはっきりもう主張したらあかん。まあなんで恋愛の話をしたかっていうと、まあ、次の曲は、まあ、恋愛の歌を歌った曲なんですけども、もちろん私も、まあ、今も恋をしてるっちゃしてるけど、切ない思いもその何百倍もしてたりとかして、結構恋愛って辛いことの方が多かったりするじゃないですか。なんかなんだろう、メール返ってこないでも辛かったりね、なんか会えないなとか、なんかこうイライラしてて喧嘩しちゃったなとかでもストレスになるし、だからそれ言うのがめんどくさいって言って恋愛しない男の人も女の人も増えてるとは思うんだけども、でもやっぱりね、こんだけ愛こそ全てと言われてる世の中なので、恋愛ってめっちゃ大事だと思うんですよ。で、まあ私はこの曲は終わった恋を書いた曲なんですけど、その1年ぐらい前に、別れた人がいて、まあ、今から1年前とかではないんですけど、まあ、別れて1年後ふと私が歌詞を書こうと思って、歌詞が浮かんだからノートをパッて手に取って、でうちはいつも歌詞を書くときに 1個のノートをバーって書いていって使い切るタイプじゃなくて、いろんなノートいっぱいガーって置いといて、でその場のノリで あったっつってこう書くタイプ でそのノートがその1年前に別れた人とのいろんなこうその好きな人への思いをいろいろ書いてたノートだったんですよ。でその時にパッて、もう全然そんなこと考えて忘れてて、いろいっぱいノートあるからパッて開いて、やばい、このノートだけは手にしてはいけなかったみたいな、そんな気持ちに駆られて、その時頭に浮かんでた歌詞がファッて飛んで、はっていう、もう息を吸った瞬間に曲とか歌詞がバッて出てきてできた曲です。聴いてください、ダイアリー。だってこれ
とここでカバーで一曲 SWV というグループサニーグループのカバー大好きな曲新曲ゴサイン Yeah Yeah One two one two、I used to think I would never find a one who would know how to love me But this is something Alright To hear voicemail You make me wanna call and replay The way you talk, yeahBoy, you're speaking my language I hear you saying I will be right here I hear you saying I will dry your tears Ready for a party and kiss I hear you saying never had nothing like this Ooh, oh, oh, baby, if you ask me for my loveThere is a place I'd rather be But it's just not me Don't stop what you're doing Yeah, yeah, yeah When you come around I don't know how to behave I guess you're open From all the world just walking I hear you saying OohThank you.
元気もらった。